はい、こんにちは、アブアップエキストア須崎です、今日ご紹介するのは結構僕たちずっと得意でやらせてもらっていて、でなぜかあんまり紹介していなかったっていう、そうですね、これがザ・サーリーって言ってもいいかなと思うんですけれども、サーリーってもともとサーリーっていう会社じゃなくてワンバイワンの会社だったのご存知ですか。ワンバイワンっていうと、もうそのモデルはなくなってしまったモデルなんですけれども、ワンバイワンとか、インスティゲーターとか、結構なくなってしまったペーサー、そうですね、なくなってしまったモデル実はあるんですよね。でそれだけ会社の歴史が長いのにずっと作り続けている会社も、会社じゃない車両もあれば、なくなってしまう車両もあります。そのワンバイワンからいろいろ考え方を昇華させて、作っていったっていうのがパグセレです。さっき明太が明太くんが市場って言って、市場なのにグラベル走るっていう、グラベル走ったんですよ。まあ、結構楽しんで乗れましたよね。はい、はい、僕が176センチ身長、明太くん何センチですか。185です。185で、この10センチの差があったとしても、まあこうマウンテンバイクベースの車両をコミューターとして乗る場合は結構この幅があってゆったり乗れるっていう風な部分ではすごく楽しい自転車です。で今日はそのパグセレーをご紹介します。はい、突然ですけれども、どうもサーリーの話をしてるとですね、長くなってしまいまして、本編明日落とさせていただきます。結構長く、お話しさせていただいておりますので、ぜひ明日もご覧になってください。サーリーがワンバイワンっていう名前だった。でそのワンバイワンっていうの、コンセプトがいいものを作り続けて潰れてしまったシリーズ。いいものを作り続けていて、維持できなくなって会社が倒産してしまって、135のエンドでディスクブレーキじゃないやつを探すの結構至難の技で。スポークホールですか。違うでしょ、ここフレームが、あ、本当だ、フレームが右側にセットバックしてるの分かる。